こんにちは、トリカラチャンネルです。前回の脱皮から3日が経ちました。この脱皮をきっかけにかケージ側面にへばりついて過ごす時間がとても長くなりました。背中の擦過傷らしき怪我や切断された尻尾の回復はとりあえず一段落ついたように思えます。いずれ重力など気にせず壁も天井も普通に走り回れるように地道な一歩を積み重ねていければと思います。